来ました。はい、ただいま朝の7時。今井さん、今井さん、いつまでスマホにいるんですか。ちょっと来てくださいよ。ちょっと立って何してるんですか。なんでじゃないでしょう。来ましたよ。朝7時もそうですね。休日ですよ。かなり無理して来ていただきましたけど、いや村井さん、あの、はい、町会議、町会議で、まあ、なんでグラさんが来たんですか。グラさんは、いや今回僕が一応仕掛け人なんで、ちょっとこういうグラさんをしてみました。調子に乗ってます。あの町会議に、国宝という、横綱国宝っていう相撲キャラが、はい、あのモンストに降臨するんで、はい、ちょっとぜひそこに村井さんが挑戦していただこうと思っておりまして、はい、その、 あのクリアのために、はい、ぜひですね、ちょっと相撲を、にチャレンジして相手を倒すのに役立ってもらおうと。何を言ってるのか全然理解できない。食い気味に言いますけど、何を言ってるのか全く理解できない。そう、テルーマンからね、あの伝言も預かってるんですよ。はい、本人来ないのに。そうかね、テルーマンからね、伝言預かってるんですよ。こいつ、読ませていただきましょう。村井さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。朝稽古に行き、修行する旨、聞きました。聞いた。無理やり続けられてる側でしょ。よくわからないですが、朝稽古で妄想が上手くなっているはずなので、今回特別に町会議で国宝をスピードクリアで勝利すると、うん、視聴者へのプレゼントのオブをいつもの1個から2個に、うん、増やしましょう。ちょっとだけテンション。くださいとのことです。おー、嬉しい。これすげえ。でも皆さん、スピードクリアですよ。関係なくないですか。スピードクリアをするために相撲を研究しましょう。もうこれでバッチリですよ。リクのために欲しい。わかりました。じゃあ、はい、頑張りましょう。やる気になった。やる気出していきましょう。頑張りましょう。気合い入れます。イエーイ。やばい。行きますか。じゃあ行きましょう。行くの、行くの、行きましょう。行くぜ。村井さん、はい、相撲部屋に着きました。もう気合が入っております。はい、相当な気合が入っております。ここ、はい、今日特別にちょっとここで稽古をやらせていただきたいと思います。特別に、なんかもうここからはもう真剣にお願いしますね。もう真剣にお願いしますね。ずっと真剣です。お部屋の名前は四季秀部屋でございます。四季秀部屋、はい、今回特別に四季秀部屋さんのご好意で、あの稽古をやらせていただくことになりました。おー、ありがたい。よろしいですか、入ってしまって。はい、大丈夫です。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速お願いします。あ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まずは体幹から体の中心から伸ばしてぐーって伸びて、息吐いて、ふーっ伸び、力いっぱい伸びて、吐いた圧力、そうです、そうです。ああ、これ、そうそう、そう、ぐーっとね、そう、あの床の方に膝をつけてもらって、そう、吐いた、ちょっと乗って、ちょっと右側から力、そうですね、乗っけた足を重りにして、乗っけた足を重りにして、おー、そうですね、両手でこの手をグーッと引くんです。そう、これ反対の足をグーッと、あ、やばい、キープできない、これは。そうすると、ちょっと腰のあたり、この辺のね、筋伸びるじゃない。お尻の筋肉、前筋で、これはきつい。背中を丸めます。そうすると腰がね、伸びる。あ、こう、ね、それで体幹周りがね、今やりました。おお。じゃあ、あの、座って、あの、全然できない。ね、片方後ろで、片方なんか、CD をかけていつも寝られてるということをお聞きしまして、はい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 、ぜひちょっとこの CD をかけていただけないかなと。え、こんな、こ
え、マックさんの私のDCD です。知らなかった。限界突破っていうところ、はい、はいつもみんな目指してるのは限界突破っていう、はい、限界超えろっていう挑戦してるんで、じゃあちょうどいいね、はい、じゃあ、ありがとうございます。早速じゃあかけながら、はい、BGM が、あ、BGM がだいぶ限界突破してますからね。もうね、ストレッチじゃなくて筋トレですよ。いや、ストレッチです。あ、ストレッチですよね、失礼しました。じゃあ、足首を、じゃあ、次はね、よく相撲の世界でよく見るまた割りっていう、あ、足を引く、去年の7月に入門したんですよ。で、またりやってごらんって言った時の形どうだったっけ。去年の7月頃のこんなにいい、まあ、それもっと後ろ、すっごい共感できます、はい、すっごい共感できます。もっと後ろだったんですけど、今は、今はちょっと、じゃあもう半年経ちましたけどね、え、徐々に、徐々に、あの、無理なくやってます。さあ、まさみち、半年すげえ曲がってる。おっ、すげえ。じゃあマクさん行きましょう。私足を開いてその体勢をキープするだけで、あ、でも手を手は私より広がる。結構きついですね。私こんぐらいですね。座布団をちょっとケンタ、座布団を下の2枚、じゃあこれ2枚折って、これ2枚折ってさらにここの上に拳を2個置きましょう。で、これに当たるように、せーの、無理ですね。今、限界を覚えてくれるよね、うん、もう一回これやりましょう。もう一回これやりましょう。はい、それが伸びるんだ。さっきの大会やってることで、もっとの、いつもより、いつもより言ってるんですよ、それでも。あ、言ってると思います。言ってると思うんですけど、これもう一回やりましょう。これをやると、またさっきよりさらにちょっと、よいしょ、よいしょ。今日のね、限界突破を今日の限界突破、いや、たださっきよりも、え、あ、もうちょっと、もうちょっと、考えてきた、もうちょっと、もうちょっと、いけないです、いいチーム、ついた、ついた、ついてる、おめでとうございます。今日の限界突破ですね、これ。いや、完全につきましたね。全部ダメだ、これ体。息吸って、吐いて、ふふふ。さあ、今日みんなね、自分のやるべき稽古集中してやっていきましょう。今日の限界を超えていきましょう。今日の限界を突破していきましょう。いいですか。さあ、マックさんもね、今日しっかり頑張ってください。はい。さあ、
はい、5秒前、4、3、2、1、吸って、吐いて、ふー。はい、OK。じゃあ、これで回してきよう。はい、はい、よし。はい、よし。そしたら、いよいよ回しをつけて、はい、土俵に降りてもらいましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。頑張ってください。頑張ってください。頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、お疲れ様です。もう明日 100% 筋肉痛。まさ、始まってもマーシュを作る前ですけど、大丈夫ですか？ピッキピキですよ。でも最後はだいぶ頭についてましたね。あれ、びっくりしました。つくんだなと思いました。だいぶ1時間で効果があったんじゃないですか。ありましたね。もうこれスピグリ確定です。来ました。だいぶ柔軟性がついてスピグリ柔軟性、そうですね、もう確定ですね。はい、ぜひ頑張ってくださいね。頑張ります。頑張ります。どんな感じだろう、ね、バディどんな感じなんでしょうね。いやー、ね、お腹周りとか、もう多分聞き死に勝る相撲、あの回しが似合わない男だと思うんですよ。バラしちゃった。村井さん、村井さん、回しを